マテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのアリです。亀井のひらです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はいはい、はい、なんか今日ちょっとね、声張り目ですけども、はい、張ってますね、まあ、それはまた後で言いましょう。はい、はいはい、今日はどんな日なんでしょうか。はい、あ、じゃあ、今日は9月30日で、はい、9月30日はどんな日なんでしょうか。はい、はい、あゆみのこの日なんの日です。はい、今日は両親の日です。お、両親の日、はい、日付は9月の9と30を反対から表記すると、はい、039、はい、そうですね、はい、お父さんお母さんサンキューという語呂合わせから来ております。はい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 、もうそういう語呂合わせが多いな、ね、はい、まあ、両親への感謝の気持ちを表す日として、はい、両親の前で産んでくれてありがとうと伝えるイベントなどを行っているそうです、うん、はい、はい、苦しい時、はい、苦しい時、苦しい時、いつも支えてくれてお父さんお母さんありがとうっていう語呂合わせにもなっています。なるほど、ね、はい、なるほど、はい、この日ね、ね、私昨日が、はい、お父さんお母さんにありがとうした日なんですよ、はい、昨日が誕生日で、53歳と今日1日目です。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアヒラさん、ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、本当にね、もう53ですよ。もうびっくりするんですけど、ね、どうですか53歳。なんかあんまり自覚ないんですけどね。自覚ないんですけどね、相変わらず多動児ですからね。動き出して喋り出したらもう止まらへんっていうね。はい、その辺は幼稚園の時から変わってませんので、はい、これからも多動児で頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、そしてもう一つ、はい、紅葉の見頃予想発表日となっております。はい、はい、紅葉の見頃を予想発表する日となってまして、うん、まあ、そのまんまですが、ね、はい、世界の60カ国で生態の、うん、季節観測をしているが、うん、紅葉とか桜の開花を予想する国は、うん、ほとんどない、うん、その日本にはね、はい、四季というものが恵まれているので、はい、うん、日本ならではの予想のね、もみじとかね、紅葉の予想を伝えるっていう日となってます。だってさ、はい、ツンドラ地帯とかさ、春もないもん、うん、夏もないもんみたいな話、ね、だから永久凍土ですしね、うん、ずっともうなんか氷と雪しかないみたいな、うん、地域もありゃ、そうですよ ね、うん、常夏の島ハワイみたいな、うん、島もあるわけですよ、ね、ずっと暑い島も、ね、あるし、うん、だから本当に四季に恵まれてるって、日本は、うん、なんやいろんなその地球の上でも稀有な国なんですよね、うん、と言いながらもだいぶ夏と冬がきつすぎて、うん、そうですね、ずれてきてます。春と秋がだんだん短くなってきてるってね、はい、ね、まあ、そんな中でも僕去年立花寺に行ったんですけど、うん、紅葉の季節めちゃめちゃ綺麗なイチョウの木が立ってて、あれはね見物です。はい、まあ、奈良の、うん、飛鳥村ですけどね、うん、はい、びっくりしましたね、本当に。あれはね、あんな、なんか荘厳っていう感じでした、うん、一本だけすっごいでかいんですよ、10メーターぐらいあるのが、うん、もう見上げるほどの大きさのイチョウの木がきれいに黄色になってるんですよ、うん、でしかも下に黄色の絨毯になってるっていうか、うん、まあ、ちょっとこの辺に写真出しておきますけど、はい、はい、あれはちょっと見物なので、もし行かれる、ね、方いらっしゃったらぜひ見に行っていただきたいなと思うんですけどね、はい、現在の発表が9月30日頃となってますが、うん、現在では天気 .jp っていうサイトがありまして、はいはい、うん、そこで、紅葉の見頃の、ね、予想が発表されています、はいはい、なんかね、桜とかやったらこの桜が、うん、咲いたら標本とかね、標本があって、はい、うん、それのね、ちゃう、イチョウはね、いろはかえでが、はいはいはい、木を、なるほどなるほど、紅葉の場合はね、かえでの木をね、はい、
見てるそうです。なるほど、はい、もみじの赤も綺麗ですけど ね、いや綺麗綺麗、本当に ね、もう道端に車出してて本当に真っ赤かな、一本だけ真っ赤な、ね、いやあれ綺麗ですね、いや綺麗綺麗で、またあの、ね、ほらイチョウとかとこうなんか組み合わさっててさ、はい、こうグラデーションみたいになってる ね、感じのやつがまたいいのよ ね、はい、今年はねまた見に行きたい ね、はい、はい、楽しんでください、はい、はい、以上です、はい、ありがとうございました。はい、それでは、このプレゼンありかなしかなんですけども、今日も、リモートですけれども、はい、また監督にね取材させていただきました。で今日の作品はですね、はい、映画、まあ、ドキュメンタリー映画なんですけど、はい、クジラのレストランという作品の、八木恵子監督にインタビューをさせていただきました。この八木恵子監督っていうのは、まあ、またあの、インタビューの中で喋ってもらってますけど、はい、あのビハインザコーブっていうね、うん、あのこれ、賞ももらったような作品なんですけど、コーブっていうザコーブっていうあのアカデミーとかでもちょっと賞もらったようなね、うん、あの反捕鯨の、あのことを描いた、そのクジラを殺すそのね捕鯨してその食べちゃうみたいなのをいかに野蛮かみたいなことを描いた作品が、作られたんですよ。でそれに対してそのカウンターアタックとして、うん、いやそうじゃないと、そんなこと言いながらその後部作る後部の映画をね撮るためにこの人たち一体どんなひどいことをやったのかっていうのを裏から描いてるやつがあるわけですよ、うんうん、だから撮ってる時に逆にまたこっちも撮ってるみたいな、うん、だってあのすごい危険なことをやって、うん、その捕鯨をやろうとしてる人たちに向かっていろんなもの投げつけたりとか大変なことをいろいろやってたりとかするので本当危険なんですね。その、はい、捕鯨をやめろっていうのはいいけど、うん、あの実力行使でむちゃくちゃしてるから、うん、それはいかんだろうっていう話なんですよね。まあまあそういうのもあって、それをまあ撮られた八木恵子監督なんですけど、はい、まあまあそれを撮られたってそれだけじゃなくて捕鯨っていうのは正しいことなんだっていうことを、うん、あのいろんな人の証言もね、あの反捕鯨側の人の、コメントも取りつつ、はいはい、捕鯨をする側のコメントも取りつつっていうバランスを取ったやつをちゃんと取られたんですけど、で今回はクジラのレストランなんですよ。でこのタイトルが意味しているものと、あとね、チラシがあるんですけど、ね、これチラシがねもうね、あのクジラが地球を飲み込んでます。でこの絵にどんな意味があるのかっていうのがね、はい、あるんですけれども、そちらを、予告編と、インタビューとの2つで、見ていただきたいと思います。まずはご覧いただきたいと思います。このプレゼンありかなしかスタート。説明できる日本人がいないんです。クジラとかフナとかそういうので喧嘩して人間同士が喧嘩するのが一番良くて、まず戦闘な気がしました。人間が取る量よりもクジラの方が魚をたくさん消費していますから、シロナマス、ナマスなどでは100歳を超えてまだ赤ちゃんを産むと、なんかいつ亡くなってもおかしくないみたいな焦りですよ。懐かしいな、なんか売られてないのかな、もうないのかなと思って。 Yeah, because of the Washington Treaty, even if you people in Poland, even if you want to try whale dishes.
それでは今日はですね、映画クジラのレストランの八木恵子監督にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、この作品がどういう作品なのか監督からご説明をお願いいたします。これはですね、あるクジラ展を舞台にして地球環境の問題とかタンパク源について分かりやすくお伝えしている映画になりますね。そうなんですよね。東京のあれ神田ですかね。そうですね、神田ですよね、うん、神田にある一の谷っていうね、まあ元は仙台のお店で、大将が仙台から東京まで出てきてされてるというお店が舞台なのかなと思いつつですね、なんとすごい広がって地球全体にまで広がっていくというお話になってるわけなんですけども、まずこの作品はどういう経緯というかいきさつというかで作られることになったんでしょう。前作のビハインド・ザ・コーブがいわゆるなんでクジラばかりが世界中から批判されるのかっていうところに迫って、反捕鯨化の主要人と日本のその捕鯨推進派の、まあ、政府だとか関係者の両者のインタビューをした映画だったんですね、はい、で彼らたちの言い分と日本側の言い分が両方わかる映画になっています、はいはい、で本来だったらクジラの料理の魅力と伝えたいところなんですけど、うん、半世紀に及んで発信不足だったために伝えることが多すぎて、うんうん、それでその前作で伝えきれなかったクジラ食の魅力と、まあ、日本が蓄積してきた科学データを伝えようと思って、2作目は作ったというところですね。なるほど。つまり、まあ、クジラ文化の中の食文化にスポットを当てて作られたっていう感じですね。食文化っていう感じではないんですよ。うん、まあ、全く食文化ではないとは言い切れないんですけども、うん、要は日本の食料問題、世界の食料問題っていう大きなテーマに向き合っているので、うん、はい、春に昆虫食を給食にっていうニュースになってましたけど、うん、はい、そんなに培養しなくたって肉いっぱいあるじゃんみたいなところから入って、でそういうところから入って、うん、じゃあクジラが絶滅しているんだったら仕方ないけれども、実は多いと、多すぎて魚も人類70億人の5倍も食べちゃっているということに疑問を呈しているっていうところですかね。映画の中でも出てきましたけど、まあ、クジラをね、解体されてる時にクジラの胃袋から出てきたイワシというか、すんごいおびただしい数の魚を食べてるわけですよね。まあそれ、うん、あれだけ大きな体を維持しようとするわけだから、よりたくさん食べないといけないわけなんですけど、僕ら人間も食べてるお魚を一体であれだけ食べてらっしゃるっていうことなんで。食べてらっしゃる、はい、そうですね。そうですよね。だからそら大変ですよね。そらイワシも日本の近海から消えるでみたいな感じはする。だからそういった意味でね、科学的データを示しながら、うん、生態系を伝えつつ、その人類のタンパク源について言及しているというところなので、文化を守るというよりも地球を守るというところに行ってしまいましたね、うん、結果的に。入り口はクジラなんですけどね、あくまでも。ただ入り口はクジラなんだけど、クジラ考えれば考えるほど実はいろんな、まあ、生態系からいろんなことにつながっていくという、そして今人間がやってることがどれだけおかしいかっていうことにつながっていってるなってすごく思ったんですけども。そうですね、要は私たちがコロナを迎えて気がついたと思うんですけど、オリンピックの時の IOC のずさんさとか、はい、WHO のなかなか中国を調査しない、うん、でも係員が実はね中国の人がこう任命したとかいろいろあったじゃないですか、はい、それと同じように国際条約と国際会議がいかにインチキかっていうのをクジラの国際会議で、はい、科学データを持って示せると、国際会議っていうのがいかに先進国欧米主導で地球のことを考えるよりも自国の利益のために考えられているっていうことが、まあ大きな共通したメッセージにもなってるかなと思いますね。そうですね、元ワシントン条約の事務局長されてた方も
出演されていて、まあ、あのコメント寄せてらっしゃって、すごいことを、かなり革新的なすごいことをおっしゃってたので、実際科学者がデータをまとめて、あ、こんなに多くこちらいるから取ってもいいって結果が出ていて もうそれは全然全く参考にもならない、何のために科学者にデータを取らせてるのかわからないですけど、もう最初からそこの会議場まで行くまでもない、賛成か反対か決まって皆さんわざわざ出張してるわけで、うん、あんまり会議してる意味がないわけですよね。もう賛成に手を挙げるか、うん、反対に手を挙げると国から送られてるので、意味のない不毛な会議が行われているっていうことだった。そして、私が驚いたのは、はい、クジラの品評会みたいな、はい、アクセサリーとかの画面に出てきて、みんなこれ好きな人とか、そういう多数決を取ったりとかしてるので、はい、IWC で、なんでもう国際会議じゃないですね。クジラサロン。クジララブのサロンみたいな。あれで、あれを見てたら、脱退して当然でしょと思うんですけど、はい、なるほど。でも、日本のメディアって現地にも行かないで、取材もしなくて記事書いてるので、うん、日本は国連脱退と同じような国際社会へのなんとかみたいな記事になってるのは、ちゃんちゃらおかしいです。それはおかしいですよね。うん。クジラだけの問題じゃもちろんなく、全体的なバランスの問題とかいろんなことがあると思うんですけど、まあそれがまあこの作品の中でね、あの実はそのいろんな人の証言が出てきながら解き明かされていくみたいなところがあるわけなんですけど、これでもこうブッキングっていうか、こういうその人脈みたいなのは監督どうされてるんですか？ね、すごい人たちばっかりですよね。いや、もうめちゃめちゃすごい人たちばっかりじゃないですか。まあ、あの最後にあの樋口真嗣監督が出てきたの笑いましたけど。だって、ワシントン・ジェイク事務局長とか、はい、日本の芸類のエキスパートの方とか、はい、いわゆる映画業界のトップじゃないですか、樋口監督、はいはい。そういう人たちが出ちゃってるんですよね。はい、私もよくわかんないんですけど、本当に。もう資料になんか先人たちからなんかいろんなものを振って寄せられたみたいに書いてありましたけど、まあそれしかないんですよね、答えが。あの納得いかないかもしれないですけどそういうことなんですね。私じゃないんですよ。あのこの作品見るとなるほどって言えるところがすごいたくさん出てくるので、本当に日本人としてこれ 見ておいた方がいろんなことを知ることができるし、まあ、次への行動にね、まあ、どう出るかはまあ個人のあれなんですけれども、まあ、そのためにも一つの情報としてこの作品は僕も見てほしいなとは思うんですが、ではそろそろお時間になりましたので、最後に監督から見てらっしゃる方に、一言お願いいたします。クジラは実は日本人にとってとても重要なあの食べ物で、縄文時代から食べてたんですね。で単なるあのタンパク源としてじゃなくて、クジラの文字になぞって、まあ、商売繁盛しますように、子供が大きくなりますようにと祀ってきたんですね。あのお正月とかお節句とか、それがまあ日本の国力とともに本当に全盛期から比べると 1% になってしまったと、あのちょうど高度成長期よりも 1% になってしまったっていうのが、この比例している、だから単なるこう祭って縁起物としてではなくて、本当に、外交力を表しているので、やっぱりこれは、日本が沈没する、なくなるって言われている昨今ですけども、日本人全員が見て、日本が沈没しないように気づいてほしいなという問題ですね。作品として見ていただきたいっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、日本人としてね、やっぱ知っておかなきゃいけないことがこの作品の中ではすごいたくさん詰まっているので、ありますね。 SDGs とか言って口ばかりじゃないですよ ね。まさに日本人の先人が SDGs でしたしね。本当にそうなんですよ。だからね、あの作品の中にも出てきますけど、あのクジラって本当捨てるところがなくて、あの、うん、クジラ一体でいろんなものが作れるし、たくさんもうほとんど捨てるところがないぐらい食べられるっていう、食材としてもそうだけど工芸品の材料としてもすごく優秀だし、まあ、いろんなものが、ありますので、まあ、それもまた作品見ていただければ分かっていただけるんじゃないかなと思いますので、皆さん第7芸術劇場にですね
大阪の方は足を運んでいただいて見ていただきたいなと思います。はい、それでは今日はですね、映画クジラのレストランの八木恵子監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかチャーミングな、ね、はい、方でしょう。で、あのちなみに言っときます と、ご本人曰く、あのカメラに向かってぐーっと顔を前に出してる時は、はい、眼圧というか、その眼力で圧をかけてるそうです。圧やったんですね。圧やそうです。であの圧をかけてますって言われたんで、あ、すいません、僕圧に屈しないタイプなんですって一応言っといたんですけど、はい、まあ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 、まあ、はい、そうなんですよね。だからあのクジラってね、まあクジラなんですけど、クジラってものすごいでかいじゃないですか。うん、もう一体でもう人間の何人分食うねんぐらい食うわけですから、その昔はすごい取ってたかもしれないですけど、その昔から比べたら今全然取ってないので、1% しか取ってないわけですよ。そしたらどうなるって言ったら、ものすごい増えてて、増えるんですね。ね、でね、すごいのがね、これね、映画の中で言ってるんですけど、クジラって100歳超えても子供を産むんですよ。何歳まで生きるんですか？いや、もう100何歳まで行くみたいな。もう100歳超えても子供を産むの。ってことはよ、生きてる限り産んでるから、すごい数になるわけですよ。で、なので、取らないといけないんですよ。ですよね。確かにね。うん、そうなんです。全部一方ですよね。そうそうそう。だからなんかイワシが消えたとか、なんか何が消えたとかよく言うじゃないですか、うん、クジラが食ってるでしょって話だよね。食ってありますね。そうそう、うなぎの稚魚とか食われてんちゃうかみたいな話で、あの黒潮に乗ってますから、黒潮の親潮のあれに乗っかっていってるあののがクジラなんで、おそらくその辺をはあの走ってる魚たちを食われてるはずなんですよね。まあ、だから その生態系も結局取らないことによって崩しちゃってるって話ですね。うん、そうですよね。うん、そうなんです。だから脅威というか、脅威的にまでなったらあかんかもしれんけど、うん、でも一つその捕食する人間という立場の者たちがちゃんとその捕食をしないと増えちゃうんです。うん、今ね、あの要は山で狩りをしなくなったから、あの山の動物が人間の町まで降りてきたりとかもしてますし、まあ、ちゃんとやっぱり取るものを取っていかないとダメなんですよね。生態系をちゃんと維持できないっていう、はい、で昆虫食なんかしなくてもクジラ一頭あったら何人分の飯が賄えるっていう話なんですよね。昆虫はね、抵抗ありますからね。ね、俺もできれば食いたくない。でそのやっぱクジラにしてもその絶滅寸前だみたいなね、やっぱり保護していかなあかんねやって言ったら別ですけどね。違うもんね、増えていってるんやったらね、ちょっと違いますね。なんかね、あの言った人がいるらしいんですけど、それ要はクジラをこうやって取ってね、で哺乳類、同じ哺乳類なんだから、人間が同じようにされたらどう思いますかって。いや、そうじゃなくて、そんなこと言ったって、あなた豚も食べてるに、あの牛も食べてるでしょって、はい、鳥も食べてるでしょって、卵食べてるんでしょって。そうですよ、一番ね、食べてるんですよ。そうなんです。だから命をいただくっていうことの大切さっていうのを知りながら、あの食べるっていうことは悪いことではないと思うんですよ。だそうしないとだって生きていけないじゃないから、僕らあのビーガンは私たちは殺せないって言うんですよ。いやいや、何って植物殺そうかなって話だから。そうなんですよ。植物は食べていいけど動物はダメって、そんなおかしいでしょ。で植物にもちゃんとあの意思があるらしいんですよ。最近の研究で分かったんですよ。ちゃんとあの感情があるらしいです。あのちぎると痛がるらしい。ああ、いや本当。声が出ない。声出ないけども。口がないか出ないか。うん、そう。でも感情があるから。そういうことなんですよ。だからあのなんか勘違いしちゃいけないんだよね。やっぱ人間っていうか、まあ、生き物が生きていくためには何かを捕食しない限り無理なんだから。絶対ね。そういう風な生態系になってるわけよ、ね。なってるんですよ。なってるんですよ。だから。そこを間違っちゃいけないっていうね、はい、お話なんじゃないかなと思うんですけど、まあそういうことをちょっとこの作品をね見て感じていただければなと思うんですが、はい、これ9月の、30日土曜日から、第7芸術劇場、あの重曹ですね、はい、重曹の第7芸術劇場で上映、そして、10月の28日からは、元町映画館の方でも、上映いたしますので、また上映時間はねサイトでご確認いただきたいんですが、9月の30日と10月の1日
土曜日日曜日2日間は、八木恵子監督が、第7芸術劇場で舞台挨拶されますんで、これねマシンガントークです、うん、あの本人言ってました、あの20分ぐらいの舞台挨拶の時間なんですけど、私大体20分超えますからみたいな平気で言ってるので、はい、あの多分劇場の人があの終わってます終わってますみたいなちょっと困られるシーンが見れるんじゃないかなと思うんですけどなのであのこの10分のね、うん、あのインタビューが短すぎるって最初言われて、でこれあの10分以外になんかあの全部のやつを出すとかっていうのはやらないんですかって、やってますけど監督から言われたの初めてですよ、そういう監督でした、はい、ぜひ、あ一応だからあのこの、今日のこの10分バージョンとは別に、もっと喋ってる、いろいろ喋ってるんです、僕ももっと喋ってるんですけど、だいぶカットしてますから、あの20分喋ってるんで、うん、半分にしてますから、それをまた YouTube に別バージョンっていう形で上げますんで、ぜひそちらの方もね、楽しみにご覧いただければなと思っております、うん、はい、ということでですね、今日は、どちらが、あちなみに、言っとくと、八木監督が全国のその劇場公開が終わったらマテリアルでもやろうかなって言ってました。はい、それでは一応コールさせて、コールさせて、一応コールさせて、このプレゼンありかなしか判定。おお、いや。いや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 、ぜひここでもねかけたいよね。あの見てほしい、あのこのマテリアルのお客さんにも見てほしいです、はい、あのいろいろ考えられるお話なんで、であのいろんな人出てます、いろんな人出てます、あの元ワシントン、条約の事務局長さんもそうですけど、そのクジラの世界のね、あのすごい偉い人もそうですけど、あの何だっけ、マイケル・ジャクソンのバックダンサーのユーゴ・ジャクソンとかもいます、はい、あのいろんな人があの登場してきて、あのクジラのことについてちょっと語ってたりとかね、このユーゴ・ジャクソンのお父さんがやたらとその一ノ谷のマスターのことを気に入って、マスターもうこれから花咲くよ、いやもう咲いてるんですよみたいな話とか結構面白い、あの笑えるところもいくつかあるんですが、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、ということで今日は、クジラのレストランの八木恵子監督でした。ありがとうございました。はい、続いてあゆみ、はい、私の情報は、はい、10月ですね、はい、もうね、10月に入りまして、はい、カバの日が最終月となっております。何年、はい、やりましたね、1年間 で、第2、第4月曜日の19時からカバ上映しておりました。10月が最終月となっております、はい、10月は9と23となっております、はい、9日はなんとね祝日なので、はい、はい、あの来やすいと思います、うん、こちらも19時から同じように19時からの上映開始となっておりますので、うん、はいはい、はい、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。料金は1500円となっておりますので、はい、はい、お待ちしております、うん、はい、そして10月の20日、はい、金曜日ですが、こちらラクザのライブがございます、うん、はい、今回まだね予約少し空いております、うん、はい、いつもねすぐ、埋まってしまうんですが、うん、まだ今のところ空いておりますので、うん、ぜひぜひご予約お待ちしております、はい、よろしくお願いします。この間のラクザのともちゃんが何か、ね、再始動します、あげると打ち合わせを山ちゃんとしたんだけど、二人ともあんまり変わりがないって思わず一言言ったってよくわからないことがあの SNS に上げてました、はい、本人たちやる気満々みたいですね、ですね、はい、はい、ぜひ、今度は俺来たいな、あ、来てください、はい、はい、うん、はい、はい、見てください、はいはい、そして10月の25、26とマテリアル演劇シアターがございます、うん、はいはいはい、でも毎月ね、うん、演劇シアターをしていきたいなと思っております。いつも平日の水木と、はい、上映しておりますので、はい、ぜひお越しください。今回は一撃屋さん、はい、はい、一撃屋の、はい、上映作品の、1日1作品ずつ2作品上映させていただきますので、ぜひね、内容の方はまだ今は先行中ですので、ホームページサイトのうちのサイトの方をね、ご覧いただけたらなと思います。ちょっと先なんでね、はい、ちょっと先なんで、ね、途中すぐ決めたるんですね、はい、はい、いろいろいっぱいあるんですよ、ね、一撃屋さん、いい作品が、ね、はい、すごいすごいパフォーマンス、まあ知ってる方は知っていると思うんですけど、うんうん、座長の大熊さんで、はい、ギアをやった方が、ギア、はいはいはい、興味ギア、はいはいはい、
ありますあります。パフォーマンス部門もやってらっしゃる。ああ、そうなんですね。そうなんです、ね、はいはい、うん、はい、パフォーマンスの感動プロフェッショナルの、うん、いい機会でございます。すごいです。いい、ぜひぜひ見ていただきまして、はい、はい、10月25、26の水木となっておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。 はい、では以上です。はい、はい、じゃあ行きますか。はい、はい、今日のグッチョイ。はい、ということで今日のグッチョイはですね、じゃ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 ん、はい、ドラゴン映画祭です。はいはいはい、いやこれね、ここに来るまでだいぶ苦労しました。チラシがなんとできましたよ、チラシがなんとできましたよということで、はい、あの置いてくれはるお店探してます。はい、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひ、あの、まあ、表面ね、22作品の、場面写真がこう全部飾られてたりとかするんですが、これですね、まあ、音楽ライブ、25日ありますよとか、26日の音楽&パフォーマンス2階でやってますとか、チケット、これ当日4,000円なんです。当日券は4,000円なんですが、受付でこのチラシですよ。これです。このチラシを受付でこれ入ってって見せたら4,000円が3,500円になります。はい、これで500円引き、ね、はい、でこれ持っていってください。当日買う時です。はい、でこれ前売り券があるんです。そうなんですよ。で前売り券はなんとマテリアルと、まあ、主催者が手売りをしたりするので、はい、主催者かマテリアルでに連絡いただくと、はい、当日券じゃなく前売り券で3,500円になります。はいはい、あ、ごめんなさい、あの受付に来てこのチラシ見せても3,500円が3,000円にはなりませんから、はい、それ注意してください。はい、そうなんです。だから当日券がもしかしたら売り切れてる可能性、そう、可能性あります。あのね、前売りで買って、あのね、どう考えてもビルに入れる人数があるんで、そうなんです。ものすごかったらね、どうなってもね、どうない考えてもこれ以上は無理っていう人数があるので、一応制限かかる可能性はありますから、はいはい、なので、すいませんけども当日券一応確保はしてるんですけど、はい、もうすいません、前売りでごめんなさいっていう場合もあるかもしれません。はい、はい、ドラゴン映画祭のサイト、はい、ページっていうのを買えます。はいはい、はい、そうそう、そちらの方で買えるように、はい、公式サイトで買えます。はい、であと、はい、あれなんですよね、このリュウジ、うん、ね、今回40周年記念、はい、公開から40周年このリュウジがね、経ちまして、でその記念として、記念の一環でこの映画祭でも上映するんですが、うん、川島徹監督のね、はい、トークがついておりまして、はい、でこのトークとリュウジを見ていただくのに、予約が必要な回があるんですよ、はい、26日の両方ですね。あ、両方か、26日だけ、26日だけね、はい、25がいらない。そうそうそう、はい、で26の2回だけ、予約が必要なんです。そうで、予約が必要ということでイコールチケット買う前提なの で、 そうです、ね、チケットを買ってらっしゃらない方は予約ができませんので、はい、なので、これもまたサイトでね、うん、説明されてますから、そちらの方よく見ていただいて、はい、チケット購入の上、ご予約チケット購入したら、26日のチケット購入したらどの回を見ますかっていうので見れます。はいはい、でも、他の作品楽しみますっていう人はそれも選べますので。そうそうそう、はい、はい、はい、別に、そうそう、だから予約なので座席の確保ではないんですけど、席数の問題があるんで、はい、そこを確保するという意味で、予約になるんですけど、要するにその別にリュウジは見ませんって言うんだったら、はい、あるいは25日で見ますから大丈夫ですっていう人は、はい、全然大丈夫です、はい、っていう感じですね、はい、であとあれかな、チケットで言うとこれ言っといた方がいいかな、そう、2Days チケットっていうのがあるんですよ、はい、でこれね、そう、ここ の、 丸のところに書いてあるんですけど、限定50名で、はい、50名だけです、はい、2Days チケット限定50名だけ6,000円です、はい、安っ。これだって2日間当日券を普通に買ったら8,000円ですよね、4,000円、はい、でチラシ見せても7,000円にしかならないんですよ、 2回ね、はいはい、25日にチラシ持ってきましたって言って、はい、3,500円で買いました、翌日行きます、もう1回チラシ見せます、3,500円です、うん、であるいは、これが何だっけ、25日のチケットも、25日も買ってるんでっていうので、うん、さらに500円安くなるんですよ、でもそれでも6,500円にしかならないんです、はい、それが6,000円、最初から6,000円、はい、限定50名だけ、そうです、50名だけです、はい、になりますので、これもサイトで予約
ですね。はい、これはサイトで予約です。はい、はい、これはサイトしかできない。はい、はい、なので、はい、僕おすすめはもう最初から50名限定狙ってください。はい、もうこれ相当よ、安い、うん、すぐなくなるかもしれない。いや本当にあのサーバー大丈夫か。頑張れ、うん、頑張れ、サーバー頑張れっていう感じですので、はい、あのぜひですね、これもこのチラシまたあの今上げてると思いますし、公式サイトにはもうね、はい、あのこれ上がってると思いますけども、ぜひ見ていただいて、ぜひこの限定50名ここを押さえてください。はい、ぜひ51枚からはダメです。ダメです、はい、ダメです、ダメです。できっちり打ち切ります、はいはい、すいませんっていう感じなんです。、はい、なので、ぜひ、まあ、もちろん2日目はさっきも言ったように2日目割があるんで、うん、あの前日のチケットとチラシと両方見せて売れたら3000円になります、うん、なるんですけど、前日は3500円以上安くならないから、はい、絶対6500円なんですよ、はい、こんなに頑張っても、はい、なんならチラシ忘れましたよ、あごめん3500円や、そういう世界なんです。なので、はい、6000円は相当安いので、まずはこれを買った方が安いです。で、それで2日間オールパスですからね。そう、だって映画も見れて、はい、音楽ライブも見れてって、はいはい、すごい。すごいですよ。これは超お得です。はい。で、このパフォーマンスとかもね、あのそう見れます。うん、まあ、ちょっと投げ銭はあのパフォーマンスの方はやってあげてほしいですと、はい、はい、ぜひぜひ、このチケットを確保してくださいというお話ですよね、はい、まああのまたサイト見ていただいたらどういう作品があるのかって見ていただけますし、はい、はい、あの今回に面白いのはね、あのこの、ジャンルっていうのを入れてるんですよ、はい、であのよくわからないジャンルでやらかしっていうジャンルがあるって、やらかし愛のくだらないに僕がつけたジャンルがやらかしというね、はい、あの野本小泉監督がくすってもらってたというんですが、はい、まあ、SF もありゃコメディもありゃサスペンス、フェイクヒストリーとかね、歴史もの、いろんなものがあります。はい、コロッケ、コロッケもあります。コロッケ、コロッケ、あのトモルです。トモルのタイトルになるかもしれなかったコロッケがジャンルになってます、はい、パパカツとかもねありますけど、ね、黒沢明、黒沢明がジャンルになってる、ね、どういうわけかな。いや、うん、でもほら黒沢明って言えへんかったら分かれへんやん、ね、というので一応そういうのを勝手に僕はつけております。はい、見るのも面白いのでぜひぜひ手に取って ね、チラシ見てほしいなと思います。チラシも見てほしいし、まあ、あの公式サイトも見ていただいてじっくりね、いろんな作品を、これ見たいなって、これを見に行きたいなっていうのをね、こう自分でねスケジュールと合わせて見たらまた楽しくなってくると思います。そうですね、はい、ぜひ、ご覧になっていただきたいと思います。はい、ということで今日は、ドラゴン映画第8回ドラゴン映画祭2023のお話でした。ありがとうございました。それでは今日のグッドボーイでしたということでですね、はい、今日も、30分出ました、はい、綺麗に出てます、もうだいぶ出てます、はい、頑張ります編集、はい、という感じなんですが、今日でね9月終わりですよね、はい、もう明日からもう10月ですよ、あと3ヶ月ですよ。すごいねこのスピード感ね。ついこの間八尾の駅前でなんか坂部さんとロケしてたような気がする。そうですよね、年末でしたよねあれね、うん、正月明けてみたいな感じだったけど、なんかもう全然ね、うん、正月気分もあっという間に過ぎ去ったかと思うともう10月というすごい話なんですけど、はい、あと年内3ヶ月、いろいろね、まあ、でもありますからね、ドラゴン映画祭もそうですし、いろんなことがありますので、皆さんぜひ、これからもですね、どんどんいろんなことにチャレンジしていきますんで、私たちも、それを番組でご覧になっていただきたいと思います。はい、それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。